ばい、とんじんやな。ここは皇居のところ、別に面白くなかった。電車に乗りますよ。東京タワー。六本木ヒルズの展望台。暗くなってきた。東京タワーが見えている。夜になったら満月が見えた。お花がいっぱい。綺麗だな。ラーメンを食べに行った。ラーメンの券を買ってから、紙に麺の硬さとかを書いて選べるようになっている。店員さんと顔を合わせなくていいようになっている。次に来たのは浅草。パパのハゲ頭が入った。人がたくさんでよく見えない。ここはアメ横というところをビデオ撮り忘れた。次に行ったのは豆柴カフェ秋葉原にある。かわいいワンちゃんたち、みんなジョージのことが大好き。次は原宿、先にご飯を食べる。電車に乗る。新宿。新宿は怖いからずっとカバンに入っていた。次は恵比寿っていうところに来てみた。疲れたから地元の大阪に帰る。大阪の旅も見てね。じゃあね、バイバイ。